SP 学園の学技術科岩崎です。よろしくお願いします。前回の動画原稿館の方法パート2で紹介しました、紹介しましたじゃないですね、登場しました、ギターの紹介をサクッとだけしようかなと思います。やっぱりあんまり意味はないですけども、やりますはい、このギターですね、私がこれもサンプルで、随分前に制作したギターです。前回のギターは1年生1作目のサンプルだったんですよ、昔の、はい、で今回のギターは1年生の2作目のギターのサンプルとして、作った、モデルで、仕様がですね、はい、ボディがマホガニ、ネックもマホガニ、はい、で前回使ったギターはデタッチャブルギターといって、ボディとネックがこうネジで止められてるタイプのギターだったんですけど、今回のこのギターは、ボディとネックがあの接着剤ボンドで接着されてるタイプの、ギターです。セットネックと呼ばれる、構造のギターですね。でネックとヘッドにこう角度がついていて、いわゆるギブソンって言っていいんですかねはい、ギブソン系の、ギターです。はい、で作りやっぱりシンプルなんですけれども、パーツがですね、フロントがセイモアダンカンの、ちょっと型番忘れましたが P90、リアピックアップも、セイモアダンカンの P90、 トグルスイッチ、ピックアップセレクターですねがついていて、ボリュームとトーンというやっぱりシンプルな、仕様に、してます。ブリッジがチューンオーマチックブリッジとストップテールピースの、まあ、王道コンビネーションですね。はい、で最大の特徴というかこだわりとしては、ボディがめちゃめちゃ薄い。あ、そうですね、めちゃめちゃ薄い、ボディの厚みがですね、これ、材の木材の部分で、35ミリにしました。なので、パーツの搭載がギリギリですね。ギリギリです。はい、35ミリ。ですのでこのギターめちゃくちゃ軽いんですよ。ちょっとちゃんと測ったことがないので、わかんないんですけど、あの絶対3キロはない。多分どれぐらい？2キロ半くらい？めちゃくちゃ軽い。です。でボディも小さくて薄くて軽くて、であとはネックもですね。ネックも普通のギターよりもこのナット側の幅が、これ40ミリなんですけど、普通のギターよりも2ミリくらい狭めてます、細くしてます。厚みもそうですね、厚みも2ミリくらい薄くしてるので、はい、ネックがめちゃくちゃ細いというか小さい感じかな、なので手の大きい人はちょっと弾きにくいと思います。僕はあんまり手が大きくない、し、重たいギターもちょっと疲れちゃうので、はい、もうとにかく軽くて、楽ちんなギターにしようと思って、はい、作りました。はい、でまあ、サウンドは、まあ、マホガニーボディ、マホガニーネックに P90 なんで、まあ、王道の組み合わせ、非常にロックンロールなサウンドが、まあ、出たらいいなと思って作ったんですけどもね。はい、まあ、そんな感じのギターでございます。はい、あとはこのピックガードね。ピックガードがこれはアクリル、金ラメの入ったアクリルなんですけど、これはあの普通に手に入れることができない、ちょっと極秘ルートで入手した金ラメピックガードなので、これをねつけてる人、こういうのをつけてる人というか持ってる人は、まあ、世の中にほとんどいないかと、思われます。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、で、色が、まあ、黄色い、木目を隠した黄色い、ソリッドから潰し着色をして、動画だと分かんないと思いますけども、これあのパール塗装、パールを、吹いていて、よく見るとパールの粒子が、キラキラしてすごい可愛いんですよ。実は本物見るとね結構可愛いんですよね。ちょっと寄ってみますね。いやー、どうかな、わかんないだろうな。あんまりアップで見られてもちょっと恥ずかしいしなはい、まあまあとにかくパール塗装なんですね。はい、でこの、ギターの、まあ、コンセプトじゃないですけれども、
まあ、何を参考にして作ったかと、言いますと、まあ、見たらもう一目瞭然なんですけども、はい、これも言ってしまっていいんでしょうかね。何でしょうか、まあ、わかんないですね、ボディの形はグレッチ、はい、グレッチの、とあるギターを参考に、しております、はいはい、そして、形はグレッチを参考にしつつ、パーツの仕様ですね、ピックアップとかブリッジとか、に関しては、まあ、ギブソンのギターを、参考にしている、はい、なので僕はグレッチの好きなところとギブソンの好きなところをこう融合させて、作ろうとした、まあ、そういうギターでございます。あ、はい、まあ、名前をつけるならば、はい、まあ、プリンセススペシャルプリンセススペシャル、はい、今命名しました、プリンセススペシャルにしますけど、はい、もうそのまんまなんですよね。そうですね、はい、でもまあ、 あのシンプルで、あと扱いやすくて、まあ、完成してから結構経ってるんですけども、はい、僕自身ちょっと気に入ってます。あ、お気に入りなんです、ね、お気に入りです、はい、こいつは僕のお気に入りです、はい、ライブとかでも、使いました。ただ一個、はい、非常に残念な点があって、はい、昨年ですね、昨年12月頃私あの仕事で、はい、飛行機に乗って沖縄に行ったんですけども、はい、沖縄に行った時にあのハードケースに入れて、荷物で預けたんですよ、はい、でハードケースに入れて、しまって荷物で預けて、沖縄で受け取り、沖縄の仕事先に行ったんですね。で沖縄の仕事先でハードケースを開けたら、はい、ネックのジョイント近くの塗装がですねバキバキに割れておりまして、バキバキに、はい、ちょっと何が原因かわからないんですけど、それでめちゃくちゃへこんだという、悲しい思い出があります、はい。あのネックとボディの接着部分が剥がれたわけではなくて、はい、どうやら塗装の膜、塗膜だけやられてしまった、やられてしまったようなので、はい、まあ、演奏性には、演奏性とかサウンドにはあまり影響ないんですけども、めっちゃ悲しかったです。はい、まあ、おそらく、月日が経てば、はい、多分このギターのラッカー塗装なんですけど、はい、あの塗装めちゃめちゃ割れちゃうんじゃないかなと、思います。まあ、それはそれで。はい、しょうがないので楽しみにすることにしますけれども、はい、今日はそんなね、私のギターの紹介でした。はい、また何か紹介できるものありましたら動画にして、撮っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また。